皆さんこんにちは、うさここと南咲です。今日はノート術や手帳術にありがちな落とし穴というのをお話ししていきます。私は普段こういったノートや手帳というのを日常的に使っていて、この YouTube でもノート術や手帳術というのをお伝えしています。世の中にはいろんなノート術や手帳術があると思います。例えば綺麗にまとめるとか、こういう色を使うと可愛いとか、コラージュをすると可愛いよっていうね、いろんな動画が出ていると思います。どれもすごく素敵で分かりやすくて、で私自身もノートを綺麗にまとめるとか、手帳をこう色分けして使うとかっていうのはすごく大好きです。ただここばっかりにこだわってしまうと、本来ノートや手帳を使っている意味っていうのが変わってきてしまうので、今日はそれをね動画にしたいなと思いました。皆さんは何のためにノートや手帳っていうのを使っていますか？ノートや手帳をきれいに書くこと、きれいにまとめること自体が目的になっていませんか？例えば手帳だったらスケジュールの管理ですとか、自分の時間の使い方の見直し、あとは目標達成に向けてどうやって進んでいくかっていうのも手帳にね書いている方もいるかなと思います。ノートだといろんな考えをまとめている方も多いかなと思います。でこの手帳やノートって一つの手段であって、手帳やノート自体が目的になることってあんまりないんじゃないかなと思います。手帳やノートを使って自分がどうしていきたいかっていう目的をきちんと明確にしておいてあげるっていうのが、手帳術やノート術においてすごく大事なことになります。それから2つ目は、手帳やノートをきれいにまとめようとして完璧主義になっていないかという部分です。せっかくね可愛いノートや手帳なので、きれいにねまとめたいっていうのはすごく私も思いますし、実際にねそういう風に気をつけている部分もあったりします。でもあんまりね気をつけすぎるとすっごくハードルが上がっちゃうんですよね。何かこうノートに汚い字を書いちゃった時に、うわーってなんか嫌な気持ちになっちゃってノートが続かなかったりとか、手帳を色分けをしていたけれどもそのペンを持ってない時は手帳が書けない、結局また続かないみたいになっちゃったりしませんか？手帳やノートを使う時に完璧主義になりすぎてしまうと、せっかくの手帳やノートが続かないっていう事態に陥ってしまいがちです。なのでちょっと汚くても許してあげるとかっていうのも大事かなと思います。ちなみに私が書いているノートっていうのが感情ノート、自分ノートやお姫様練習ノートと呼ばれているんですけれども、この感情ノートに関してはもうめっちゃ汚いですもう字もなんかミミズみたいな日もあるし、なんか字だけじゃなくて落書きをしている日もあったりします。そして私の場合は基本もう白黒です。でもそういったノートを作ってあげることでノートを書くのにハードルが上がらなくて続けやすくなっています。すぐにパッとペンを取れば書けるようにしています。で手帳の方も色をつけるとしても2色までとかっていう風に決めていたりします。ただこういうビジョンマップで呼ばれているんですけれども、この自分の理想を映像化するためにコラージュを作っているんですが、こういうところはシールをいっぱい貼ったりこだわっていたりします。そして3つ目のポイントは、ノートや手帳を書きっぱなしで放置しないということです。せっかくノートや手帳をねつけているっていう方、すっごく大事な自分の記録がそこに残っています。なのでぜひノートや手帳を読み返すっていう時間をね作ってもらえたらいいかなと思います。ノートや手帳を見返してあげることで、自分はこういう時にこういう傾向にあるっていう風な自己分析ができるんです。こういう時に自分は不機嫌になりがちだからそれを予防してあげるとか、反対にこういう時に自分は気分が上がりやすいからその時間を増やしてあげるっていう風に、自分を上手に使っていくことができるんですね。綺麗にノートをまとめたり手帳をね色を分けて使っていたりしたら、見返した時もねきっと気分がいいと思います。やっぱり綺麗にノートはまとめたいって思う方は、読み返す習慣を自分の中で組み込んであげるとよりその意味が生きてくるのかなと思います。というわけで、ノートや手帳は綺麗に書くことだけにこだわらずに、何のためにやっているかっていう目的を明確にしてあげる
っていうことが大事になります。そしてぜひ定期的に読み返してあげる、自分の大事な記録っていう意味が生きてきますので、ぜひねそちらもやっていただけたらいいかなと思います。このチャンネルではアラサー女子のための心理学やノート術というのをお伝えしています。ぜひこの動画がねいいなと思ったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それではノートライフ、手帳ライフ一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。